ダグラス・クープランドダグラス・クープランドは、カナダの小説家、劇作家、美術家、過度に商業化された都会を逃れ、モハベ砂漠で暮らす3人の男女を描いた、初女作、ジェネレーション X 加速された文化のための物語たちは、国際的なベストセラーとなり、ジェネレーション X、マックジョブなどの作中の数々の信号が世に広まることとなった。クープランドの作品の多くは、 新しいテクノロジーが北米の中流階級文化にもたらした衝撃と、それによる文化的シフトのありさまを描いている。また世俗的価値観と宗教的価値観の衝突、成長して大人の役割を果たすことの困難さ、メディアの飽和状態に対する皮肉な態度、ポップカルチャーや大衆文化から受ける美的誘惑などは、彼が取り組んできた長年のテーマである。クープランドは、 西ドイツのバーデンビュルテンベルク州にかつて存在したカナダ軍基地 CFB バーデンズリンガンで軍医の父ダグラスチャールズ・トーマスと母シー・ジャネット・クープランドの間に生まれた彼は4人兄弟の3番目で4歳の時にカナダに戻りバンクーバーで育った彼は現在近郊のウェストバンクーバーに住んでいるクープランドは物理学を学ぶためモントリオールのギル大学に 進んだが1年でバンクーバーに戻り、エミリーカー美術大学で彫刻を学んだ。彼は札幌の北海道芸術デザイン専門学校に交換留学し、卒業後ミラノのヨーロッパデザイン学院で美術を学んだ。1985年から86年にかけて、彼は日米経営科学研究所プログラムに参加し、ホノルルと東京でトレーニングを行い、東京では マガジンハウスで勤務した。1986年末にバンクーバーに戻った。彼はバンクーバーマガジンやウエスタンリビングマガジンに大衆文化に関する記事を書き始めた。1988年トロントに移りビジネスしビスタに勤務したが、1989年には雑誌社勤務を辞めて小説執筆を始めた。1991年3月に出版された。 クープランドのデビュー作、ジェネレーション X 加速された文化のための物語たちは、彼の同世代を中心に爆発的なヒットとなった。批評家たちからは彼らの世代の時代精神を捉えたと称賛され、小説のタイトルはそのまま彼らの世代の別名となった。1992年の2作目、シャンプープラネットは、前作より伝統的な構成の小説であったが、 若い主人公の生活をより詳細に描いた。1993年のライフアフターゴッドでは、キリスト教の影響が希薄になった社会で、登場人物たちが愛や死や日常生活の意味を理解しようとする様を、相互にリンクした短編の中で描いた。1995年の4作目、マイクロサーフスでは、アメリカのワシントン州シアトルとカリフォルニア州パロアルトを舞台に、 ソフトウェア産業に従事する20代半ばの若者たちの同居生活や企業を題材にした。マイクロソフトを思わせる会社の封建的な企業文化とドットコムバブル前のシリコンバレーの振興ソフト企業の文化の対照的な描写は話題になった。また、小説の構造はコンピュータに打ち込まれた日記形態で顔文字やアスキーアートなどが品質する。 後のブログを思わせるものであったほか、彼の美術学校以来の影響源であるアンディ・ウォーホルやジェニー・ホルツァーのポップアートやテキストアートをもとにタイポグラフィでの冒険を行った。これは当時文芸評論家からはげんに思われたが、彼にとっては美術と文学の橋渡しをしようという意図があった。1997年のガールフレンドイン栄光まではより広いテーマや、 新鮮なイメージに満ちた成熟した文体に取り組もうとした。また、超自然的現象の導入は、クープランドの作品に変化をもたらした。登場人物や語り手は、注意深く描かれた、しかし一目でそれとわかる現代社会に生きているが、そこに、自らの意志で、昏睡状態に陥った彼らの仲間の少女と、17年後の彼女の目覚めが挿入される。 これ以後のクープランドの作品は、超自然現象や可能性の極めて低い出来事を導入し、以前の世代論的なテーマからは遠ざかったが、より暗いテーマを探っている。中産階級の郊外生活という不動の世界の中で、人間の精神に魂がどう作動するのかに彼は関心を寄せている。彼の小説は、豊かなユーモア、人間に対する注意深い観察が特徴であるが、 批評家の中にはこれらの要素に注力するあまり、プロットの組み立てがおろそかになる傾向があると指摘している。特に、ガールフレンドイン、エイコーマの目視録的終末というエンディングはその傾向の最たるものとも見られている。1999年のミスワイオミングは、この意味では読者を満足させる円満な小説だったが、クープランド自身はこれを軽い読み物とみなしている。2001年、 クープランドは、バンクーバーのコンピューターアニメーター、マイク・ホワットソンと組日本で、神は日本を憎んでるを出版した。バブル崩壊後の東京での信仰宗教蔓延や、フリーイーターの暮らしを描いた、この作品に続き、同年、フロリダの大都市圏での家族解体を、都市のランドスケープをメタファーとした、オール・ファムリーズ・アー・サイコティックを出版している。2002年、彼は、 フランスのコンセプチュアルアーティスト、ピエール・ユイグと共同で、高校生活の暗さについての小説、スクール・スピリット・を出し、2003年には、バンクーバー郊外での架空の学校銃撃事件と、その後を背景に、思春期の愛、性、宗教観や祈りをテーマとした、ヘイのストラダムスを出版した。この小説は、彼のキャリアの中でもとりわけ批評的に成功したもので、 数々の賞を受賞している。2004年には、ビートルズの同盟曲からタイトルを取った人間の孤独についての小説、エレナー・リグビーを、2006年には、マイクロサーフスの続編とも言える、ジェイポッドを出版した。この小説でもエレクトロニックアーツをモデルにしたと、応募式バンクーバー近郊のゲーム会社を舞台にした、若者たちの共同生活やインターネット経由の、 情報まみれの生活をブラックユーモアたっぷりにマイクロサーフス同様タイポグラフィの様々な実験を駆使して描写している。2001年以降は雑誌への寄稿をやめ美術作品の制作に集中している。彼の作品はポップアートに影響を受けファインアートと文学、ロック、デザイン、大衆文化などとの境界を溶かそうとするもので自分自身の小説や ブレッド・イーストン・エリス、チャック・パラニューク、ザ・スミス、R.E.M. などの作品の一節を使うなど、テキストを使用した作品を、主に制作している。また、演劇の脚本も手掛け、2004年には、イギリスのストラトフォード・アポン、エイボンのロイヤル・シェイクスピア・カンパニーのために、セプテンバー10と題した戯曲を書いている。クープランドは2005年に、同性愛者であることを、カミングアウトしている。 政治的には特に一貫していないと述べ、個々の問題に対して保守的になることもあれば、リベラルを支持することもあると語っている。ありがとうございます。